こんにちは、ココです。普段は北欧から学ぶサステイナブルライフというテーマでチャンネルをしているんですけれども、今日は特別編です。ゲストをお呼びしています。今日はインタビュー形式でフォルケについてお話を聞いていこうと思います。サステイナブルに興味があって北欧を選んだっていうことだと思うんですけど、実際に来てみてちょっと違ったなとか、考えが変わったとか、ああやっぱそうだったなとか感じたことってありますか？違ったなと思ったのは、もっと北欧って一般人のレベルで環境に対して意識が高くて気にして生活してるっていうイメージだったんですけど、実際はやっぱり人それぞれですごく気にしている人もいれば全然気にしない人もいるので、それは日本と変わらないなって思えたことですね、うん、やっぱりそうだったなと思ったのは、私はサステナブルとか持続可能な暮らしって動物性食品を減らしていくことも大切なポイントだと思ってるんですけど、その点は確実に北欧の方がさっきも言っていて、普通のスーパーでも動物性食品の代わりになるプラントミルクだったりソイミートだったりがすごい種類置いてあったり、たくさんあるもんね前の動画でも紹介されてると思うんですけど、とにかくいっぱいあって、あとは普通のカフェに行ってもビーガンのメニューが必ずあるとか、そういう選択肢の多さはやっぱりすごく感じました、私が行ってたフォルケでも食事を選べて、ベジタリアンかビーガンか普通で、さらに全体的にミートレスになるべく移行しているっていうのもあって、私より若い世代も環境問題に意識を持ったことからお肉を減らすっていう選択をしている人たちも多くて、日本だったらやっぱりそんな人に会うことはすごく少ないと思って刺激を受けました。高校生のグレタちゃんもね、スウェーデンの方ですけど、彼女もやっぱり高校生だけど、そういうヴィーガンだったりベジタリアンのことを環境を考えてね、してるもんね。そうですね、あと政策もかなり意識されてると思っていて、自然エネルギーへの移行と電気自動車の普及はやっぱり日本よりかなり進んでるなっていう感じがしました。確かにね、道路にいっぱい電気チャージする車用のねチャージャーがねいっぱいあるもんね、じゃあまあ来るっていうことになった上で事前準備、何か事前準備はしましたか？準備は入学の試験とかはないので、本当に学校への申し込みとお金の入金だけですね。で、簡単。ただ、年金とか税金とか、日本の方の手続きと、あとビザの手続き、学校の選定のための調べ物とかに時間がかかりました。で、英語はもともと少しずつ勉強してたんですけど、そのフォルケホイスコールに入ったらデンマーク語に囲まれるっていうのは分かってたので、できるだけデンマーク語をやりたいって思ったんですけど、ちょっとアプリで勉強もしたんですけど全く習得しないまま来ました。で、案の定周りはデンマーク語で喋ってて入れないみたいなのはたまにありました。でもみんな英語がもちろん喋れるので英語で喋りかけてなんとか。でもやっぱそのデンマーク人がそもそもその学校にいるっていうのはすごくいい環境だよね、はい、私はできるだけデンマーク人が多い学校を選ん で、一応その英語だけで生活するインターナショナルなフォルケホイスコールもあるんですけど、デンマーク人たちと触れ合いたいなと思って、いい選択だったね、今ね日本でもフォルケのことがすごく人気になってるんですけど、そうね、すごい。だからこれからいいなって行ってみたいなっていう人に何かアドバイスはありますか？はい、その日本人に人気になってきたという点で早めに申し込むことですね。大体の学校が3ヶ月前からしか受け付けてないとか、応募フォームが全然いつまで経っても開かないとかあるんですけど、そんなのもう気にせずに自分からメールを送る、メール返ってこなかったら電話するぐらいで早めに取らないと、私も一つの学校は多分日本人が多かったからだと思うんですけど断られたりとかしたので、早めに、あとメールが返ってこなくても電話すればスムーズに行ったりするっていう話を聞いたので電話をおすすめします。攻めの姿勢でね、攻めの姿勢で早め早め、フォルケについてはもう日本人にすごく人気になったから日本語でネット上に情報がすごく溢れてるので、探せば何でも出てくると思うんですけど、私はホームページとインスタグラムとかも見て学校の雰囲気を知って選びました。いいですね、はい、今はね多分いろんな情報とか生の声がね、本当に私にも連絡いただければ何でも答えます。聞きました？後ほどリンク貼っておきますので彼女の連絡先ぜひ興味と質問があれば連絡してみたいので、なんかコロナの時期に北欧に来ることに対する不安とかってありました？最初渡航したのは12月だったのでコロナの前で
もうワクワクでしかない、うん、でフィンランドにいたんですけど、そこからデンマークに移動するって時にコロナになったので、最初はやっぱり大きいキャリーバッグとバックパック持ってアジアの顔だから、すごくアジア人差別の話も耳にしたりとかしてて心配で、YouTube でなんて言ったら平穏に逃げられるかっていうのをすごく勉強したりとかしてたんですけど、実際は何もないどころかみんなすごく親切で、さらにデンマーク好きになりました。デンマークはコロナのケースも少なかった。そうですね、うん、そうなので親も帰ってきたらって言ってくれたんですけど、まだ来てから3ヶ月とかだったのと、あとそのフォルキホイスコールの滞在先があったので3ヶ月はそこに住めるって決まってたのと、うん、そこがすごく平和で自然あふれてて、コロナの心配が日本より多分少ないって思ったのと、うん、何より冬しか過ごしてなくて北欧の夏を過ごさずに帰れないって思って、そのまま滞在してました。本当ね、暗かったでしょう。暗かったです、うん、鬱になるのがよく分かりましただよね。私の前の自己紹介の動画でもお話ししたんですけど、本当に暗さはもうすごいです。暗いです。夏は素晴らしいですけど、はい、冬は、うん、今は残ってよかったなって思ってます、うん、最後によろしければ今後の展望というか何をしたいかとか今後どんなことしたいなとかっていうのがあれば、はい、ぜひ教えてください。この仕事がしたいっていうのは今まだなくて、それよりもどういう暮らしがしたいかっていうのがこの北欧の滞在でよく見えて、なんか私はもうちょっとこういう暮らしがしたい、こういう心地がいい状態に自分を置いておきたいっていう軸を大事に生きたいなって今思ってます。具体的な職業まだ決められてないですけど、見えないところの犠牲を生まないっていうのと、社会を少しでも良くしていけるっていうのを考えて、自分が納得できて気持ちがいいと思える仕事をしていきたいと思っています。正直渡航前はアラサーで、周りはキャリアを積んだりママになってる中で、こんな留学でもないちょっと変わったただ住みに行くっていう選択をしたことを、最初はやっぱりどこかで引け目を感じてたんですけど、今はそれもやっぱり北欧で学んだことの一つで、こういう28歳もありだと思ってるので、これからやっていきたい仕事を見つけられたらなって思ってます。見つかるか楽しみだね。なんかまだまだ決まってないことだらけですけど、まあちょっとこういうのをシェアすることで、同世代の生き方に悩んでる人たちにこういうのもありって思ってもらえたら嬉しいです、うん、はい、はい、ありがとうございました。こんな感じでいろんな生き方がある、こういう価値観があって、こういう選択ができるっていうような、このゲストコーナーみたいのもちょこちょこできたらなっていうふうに思ってます。こういうふうにね、話を聞くことによって、やっぱりあ、それもいいのか、そういう生き方をしてもいいのかなっていうふうに思えるね、きっかけになったらいいなっていうふうに思っています。もし直接お話を聞いてみたいっていう方は、もちろん自分でいろいろ調べてからね、いろんな情報がネットにはあるので、まず自分で調べてから、特にこの辺りは実際に行った方に聞いてみたいっていうのがあれば、インスタグラムで連絡が取れるので下に貼っておきますので、ぜひコンタクトください、してみてください。では今日はこの辺で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ビールを飲みましょうか。はい、以上。